皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。そうです。元気です。えー、性病ですかかかったことありません。はい。最近も性病、全部の性病検査しましたけれども、ばっちり大丈夫でした。はい。今回の恋愛談、なんと、結構、 真面目な話です、はい、僕ですね若い頃の話ですよあんまり性病とか考えてなくて、はい、先のことあんまり考えてなかったんですよね、はい、仕事と恋愛に一生懸命ではいで性病にもかかったことなかったもんですから ある,時あるまあちょっと流れですることになった女の子とさあつながるよっていう時にまあつけてないけど途中でつけるからいい 聞いたんですよまあ妊娠しないよっていう意味合いで,で妊娠しないようにちゃんと否認するよっていうそしたらその方からいきなり「弘樹君 HIV 検査って受けてる?」って聞かれたんですね私ドキッとして「いや受けてない」 それで、まあ、その後です、ねまあ調べて HIV 検査が無料で受けられると、まあ、少なくとも東京都は、はい、無料で受けられるということを知ってですね、年に1回 HIV 検査に受けに行くようになりました。 なぜこの話をしているかというとつい最近1週間ぐらい前のニュースなんですが沖縄でエイズエイズが発症して病院に来る人が増えてきているということをニュースで見ましてつまり HIV 計算をしてないんですねしてないんでもう HIV ウイルスに感染したまま 過ごしてしまってエイ,ズにかんエイズが発病してし,てしまってからようやく自分がエイズになっちゃったんだってことに気づいて病院にやってくるということになっているようなんですね。はい、エイズのの HIV 検査センターに行ったらこんなポスターが貼ってあります。あなたの彼女の元彼をあなたは知っていますかちょっとドドーンと書いてある。 もう一度言いますよあなたの彼女の元彼を知っていますかはいどんな人とセックスしてきたかわからないんですはいなのでまあ性病ぐらいだったら薬でパッと治ることもあるでしょうけど HIV は大変です 皆さんコンドームをつけましょう。コンドーム、昔と比べたらだいぶ発達してますから。はい。日本のコンドームは最強ですよ。はい。本当に。本当に。もう、アメリカでコンドーム買ったことありますけど、とんでもない粗悪品でしたからね。こんなのみんな使ってんだって。日本のコンドーム輸出しようぜって思っちゃいましたからね。はい。本当に。はい。まあ、なんで、 ぜひ皆さんコンドームをつけましょうはい以上恋愛談でしたすいません真面目な話でたまにはたまにはいいじゃないですかはいたまにはひどいものもひどい聞いてらんないみたいな話も私するでしょだからたまにはこういう真面目な話もしたいと思いましてさせていただきましたはい ご参考になれば幸いです。はい。この配信は以上となります。また別の配信でお会いしましょう。さようなら。